久しぶりのサブチャンネルですね。メインで割と動画出してるくせしてサブチャンネルはあんまり出してないんだよな。そういえば、ほぼ最近の出来事なんですけど、最近 TikTok のフォロワーが100人突破したんですよね。それで、色改変と立ち絵改変の募集してるんですよね。こういうのは、メインで紹介しようと本来考えるんですけど。リアルゼロの予定と体調不良でメインの動画をお休みになったんでしょう。その声は、ひなじゃないか、なんで来たんだ？リアルゼロの体調不良の原因は、私のせいじゃないかと思って。あんたのせいじゃないぞ、単純にリアルゼロの油断が招いたことだ。別に外の世界で言う、コロナウイルスじゃないからな。そうだといいんですけど。お前がたとえ悪人だとしても、外の世界までは通じないからな。それならよかったです。ま、とりあえず、このサブチャンネルを見てくれた人、ありがとうございます。サブもそうですが、メインのチャンネル登録もお願いします。それでは、また次回。